バビディがいなくなって魔人ブーは計算なしで破壊を楽しんでやる。どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人3ってのはな、使うエネルギーが大きすぎて一気にヘトヘトになっちまう。オラに残された時間はあんまりねえ。それまでに何としてでもチビ二人にフュージョンを完成してもらうしかないな。希望の星はあの二人だけだ。持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし。もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。フュー、腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ジョン。手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ。こうして二人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん。じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。ふゆージョン。さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。わかった。ピクロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫君。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったらよろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ご飯くんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい。ではここまでじゃ。行くぞ、悟空。あ、なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ、父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早く言えばよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。うん。
じゃあなみんな、死んだらまた会おうな。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。あとは自分で行けるじゃろ。お、サンキューばあちゃん。ご飯はもう天国に行ってんかな。ん？これはご飯。そうだ、ご飯の木だ。なんで、あれ、どこだ。ここでも海王界でもね、いて。よし、いて、どこなんだここは。いる。確かにご飯の気を感じっぞ。どこだ。